てと、今日はね4月の10日の日曜日、前に Vlog 撮ってからは結構半月ぐらい空いちゃったんだけど、実はね前にさ、まあ仕事に行ってたじゃない、それもさネット会議に戻したんだよね。というのもね、あの日に打ち合わせした後、実はその日の夜にさ、まあ会議に参加してたメンバーから連絡があって、どうもねその会議に参加したメンバーのうち一人がその夜に高熱を出したということでね、で結局その高熱出したメンバーは次の日熱が収まったから病院に行きませんでしたみたいな報告があって、いややっぱり不安だよねということで、もう一回ね、それからねずっとネット会議になってんだよね。お、ここは上上がるのか。はいはい。いやまあそれ不安だよな、せっかく2ヶ月以上もみんな頑張ってきたのに、すげえ鳴らすじゃん。まあまあということでね、ネット会議に戻したりもしてたんで、あれからねしばらくね本当にマンションの外に出てないんだよ。でね、上海はもうしばらくすげえ落ち着いてて、まあねもう感染者が出るっていうと、もう国外から帰ってきた中国の人ね、地元ではまあずっとね感染者は見つかってないんだよ。なんでね上海は結構まあ落ち着いてんだけど、実はねまあ日本のみんなも知ってると思うんだけど、あの武漢がね4月8日に、都市封鎖を解除されたんだよね。でそこから、まあ今もおっとっと、でそこからまあ今もそうだと思うけど、たくさんの人が全国に、散らばってると。まあ当然さ、まあ元気な人がほとんどだと思ってるけど、まあ中にはね、無症状の人、感染してるけど無症状の人っていうのもまあ若干数いるだろうから、まあここからあれだね、また14日間を2回ぐらい、28日間か、4週間ぐらいはちょっと気をつけないとね。まあこの4週間をねなんとかしのいで、まあ感染のぶり返しみたいなのが起こらなければ、まあ中国では結構感染を抑え込めたと言えるんじゃないかな。ただね14日間を2回でしょ、そうするとね5月の6日ぐらいになるんだよ。でね5月ってまあそもそもね、まあ日本もゴールデンウィークがあるけど、こっちもねあのウーイーって言って大型連休なのよ。まあちょっと心配なのはあれだよね、あのウーイーでさ、まあ、最後の最後に気が緩んだ人たちがいっぱいいろんなとこ旅行してまたね感染がぶり返してみたいなことが起こらなければいいなと思ってんだけど、まあさまだ武漢の都市封鎖が解かれただけで、まあ上海もさ割とまだ自粛ムードというかね、まあ俺も仕事は自宅でやってるしね、会議はネット会議だし、まあそういう感じが続いてるから、みんな気を緩めてるわけではねないんだけどね。でもやっぱりちょっと5月明けぐらいで気が緩んだ人が大型連休で旅行に行っちゃうみたいな、そういうのはちょっと不安かな。お、こっから降りるの？分かりにくいね。あ？で、こっからまた上がるんだ。でね、今はね、心配なのは日本だよ。まあ前回の Vlog、まあ3月半ば過ぎ時点で撮ってんだけど、まあもしかしたら日本での流行はこれからかもねなんつって言ってたけど、そうね、残念なことにそうなっちゃったね。でね、まあちょっと日本のこともあまりにも心配なのでっていうことで、今日はね、さてとちょっとね今回これを買ったんだよね。まあまあこれも買ったけど、まあこれは前に買ったやつが、そうです、これね、最近自炊してるからね、麦、大麦、
これをねご飯に混ぜて麦ご飯で食べてんだよね。中国で普通の大麦買って使ってみたんだけど、なんかね水加減が難しくてなかなか思うように炊けないから麦ご飯だからね。これ日本製品だけどタオバーで売ってたから買ってみた。これだとね水加減全然失敗しないからね。まあまあいいや、これ全然メインじゃない。でこれなんだけど、ちょっとその前にこっち開けるか。これはね、まあこれもね、まあ全然大したことないんだけど、食材かな。本みりん。まあさ、もともと自炊してないから調味料なんて全然家になくて、調味料がないとね、なかなか作れるものも少ないから、とりあえずね、ちょっと本みりん買って豚の生姜焼きでも作ろうかななんてね。まあまあ、これはいいか。で、これはだしの素。これ、まあ、かつお節のだけど、日本はさ、もうかつお節なんてすげえ安いけど、中国ってすげえ高いから、もうこっち買った方が早いんじゃねえかと思って、まあこれ買ってみたと。まあ何に使うかはまだ考えてない。で、これなんだっけ。ああ、そうだ。そう、これをね、もともと本麦とこれを買いたかったんだよ。前にね、視聴者の方からお土産でもらったんだけど、もう使い切っちゃったから。これね、紅生姜。でね、この本みりんもそうだし、まあこの、巨大な出汁の素ね、これなんて1キロだよ、1キロ。こういうのをね、タオバオで売ってるお店を見つけて、まあどうもね、上海日本料理屋いっぱいあるけど、上海の日本料理屋向けに商売をやってるタオバオのお店を見つけて、そこで買った。だからこの紅生姜も、まあ、紅生姜ちょっとありゃいいなと思ったぐらいなんだけど、これどんぐらい？ 1.5 キロだよ、紅生姜。参ったね。1.5 キロはちょっと多すぎだよな。まあでも紅生姜って賞味期限そんなうるさくないでしょ。12ヶ月、まあ12ヶ月ぐらいあったら使い切れるか。これ生産日時は2020年1月2日。うん、まあ今年中に使い切れということね。まあこの先ね、新型肺炎の話が落ち着いて出前取るようになれば、すき家の牛丼なんかもね、もしかしたら出前で取るかもしれないし、まあその時にも使えるんで、まあちょっと 1.5 キロ多いけど、まあまあいいかと。で、まあこれはちょっと自炊用で、よいしょ。今日のメインはこれだね。これはちょっとね、こう気をつけて切らないといけないんだよね。マスク、今回ね400枚買ったんだよね。これはね、もう今日本もね結構新型肺炎状況がね悪くなってるんで、うちの実家のね親とか親戚に送ろうかなと思って買った。うちね、まあ愛媛県で大都市じゃないんだけど、やっぱりマスク手に入らないらしいからね、ちょっとこれを送ろうかなということだね。400枚。でだ、ここでさ問題が発生してるわけ。実はね、これ届くまでに4日5日ぐらいかかったんでね。で今日ようやく届いて、まあもう届いたらさすぐ郵便局に持って行って EMS で送るかなんて思ってたんだけど、どうもね、なんか聞いたところによると、今日あたりから EMS は東京と大阪限定になったとかね、送り先として、そういう噂も流れてて、ちょっとね明日郵便局開いたら電話かけて聞かなきゃいけないんだよね。でね、 EMS がダメなら DHL っていう手があるんだけど、もう一つね、さらにタイミングが悪いことに、昨日からかな、中国の法律が変わって、これね、ほら、これ書いてるでしょ。まあさ、親戚に送るからさ、
E4 鋼じゃん。まあ医療用のものを買ったんだよね。まあグレードがより高いものっていうことでね、買ってみたんだけど、昨日からさ、この医療用の物資が国外に送るのはかなり制限があると、結構なドキュメントを用意しなきゃいけないみたいな風にね、昨日から変わっちゃったのよ。もうどんだけタイミング悪いんだっていう話なんだけどさ。で一応ね、そのドキュメント見ると、なんか会社の社員を押すようなドキュメントもあって、なんかね見てるとね、どうもね会社が国外に送る時みたいなドキュメントになってて、これみたいにさ、この個人でこういうものを、もちろん国外の個人に対して送るっていうのが今どうなってんのかっていうのがね、その法律見ただけじゃちょっとよく分かんなくて、明日、まあ、郵便局なのか DHL なのか、まあちょっと聞かなきゃいけない。もうとにかくねタイミング悪い。もうこれ400枚買ってるからさ、送れなかったらどうしようみたいな感じだよね。でね、今日は、そのマスクを送りに行く途中なんだよ。まあさ、そのマスクを日本に送るとかっていうのもね、まあ状況は日々ね刻々と変化してて、もともとね EMS で送ろうとしてたんだけど、どうもね今はね日本に着くまで 3,4 週間かかるっていうんだよね、郵便局の人に聞くと。でね、マスクを送るのに、まあ、3,4 週間かかるとなるとさ、まあちょっと時間かかりすぎなんで、今日はね DHL で送ろうと思ってんだよね。まあ DHL はさ、多分さ、あの EMS と違って自分たちの輸送手段を持ってるから多分早いと思うんだけど、 DHL もね実はその自分たちでキャンペーンやってんのよね。ところがね、そのキャンペーンだと、まあ、少し割安になるんだけど、あの予約待ちでさ、すっげえ待たなきゃいけないわけ、何日も何日も。だからね、今日はね直接ね DHL を処理してくれるところに持っていこうと思ってんだよ。でね、今日は日曜日で、調べてみるとさ、 DHL の事務所ってのは全部休みなんだよね。で明日もさ仕事で、いやしかもだよ、明日の仕事はネット会議じゃないんだよね。だからちょっと時間がないから、ここを曲がるか。だからね、今日なるべくもう手続きしたいと思ってんだけど、調べるとね、上海に5カ所あの郵便局で DHL を受け付けてくれるところがあって、で今日はねちょっとそこに直接持ってこうとしてんだよ。まあさ、日本にマスクを送る状況がね、まあ刻々どういうふうに変化してるかっていうのは、まあネットでさ、日本人が発信してる情報を見てんだけど、まあそれ以外にね、その俺もさ、上海で日本人の友達ほぼいないんだけどさ、仕事以外でね、仕事以外での数少ない上海での友人の方に、まあその人はね結構有名人で、今度ね改めてなんか紹介する機会を持とうかなと思ってるんだけど、まあその人にねいろいろあの教えてもらって、まあここまでようやくこぎつけたって感じなんだよね。でね、今日向かってんのは、まあその郵便局の中でも新天地営業所っていうとこなんだけど、これまっすぐ行っていいのかな、いいよな、みんな行ってるもんね。それがね、場所調べると、スーナンルーにあるっていうんだよね。スーナンルーとホワイハイルーの交差点のところ。まあ交差点っていうか、あれか、スーナンルーが突き当たるところか。もうそこまで行ったら新天地じゃないような気もするけど、そういえばね、あの辺なんか郵便局があったような気がするね。でさ、さっき言ってた、その必要書類が増えたって問題ね。それに関してはね、あの電話して聞いたら、個人間の送付では必要ないと、あれは企業とかに対して要求するもんだから個人間だと問題、何の音なんだこれ、個人間ではねいらないみたい。なのでパスポートと贈るもの持ってくればいいよって言われた。でね、ここがホワイハイルーで、
郵便局多分あの辺なんだけど、ここねバイク行けないからね、もうちょっとまっすぐ行って回り込むか。さあここ曲がってみる。俺ここの通りね短いけど好きなんだよね。なんかさ下町っぽさも残ってるし、ちょっとおしゃれなレストランとかね、まあ俺入ったことないけどあって、すごい短い通りだけど雰囲気いいんだよね。さてスーナルーはもう一本向こうだよな。あー結構人出てるな。なんかこういういかにも上海っていう通りを通ってると、なんで俺は郊外に住んでるんだろうと思っちゃうよな。まあこの辺家賃が高くて住めないだけなんだけど。さてとスーナンルー、ここは入るのドンつきだから、ここをバイクで行けるかな。あ、行ける行ける、バイクレーンがあるね。さあこの先にあるはず。お、あったあったあった。あ、ここだね。マスク持ってかないとね。まあ意味ないけど。你好。一口罩是吗？是一口罩吗？对对。到哪里啊？日本爱媛省，不是东京大阪的。是寄到日本是吗？对对对。是这个你可以明天九点钟到他们储蓄银行里面走绿色通道，我们这边寄的话很慢。嗯？什么意思？我们这边寄的话要三个月左右。三个月是，所以你那边快。不是那个下边有 DHL 吧？对，在隔壁。啊，今天四点钟他们已经结束了，你明天九点钟来。啊，我明天上班不能过来了。なんだよ。なんだよ。遅れなかったよ。なんかさ。まあ、日本上海にいる日本人でマスク送りたい人ね、ちょっと情報共有。ここ新天地の郵便局なんだけど、 DHL で送るにはこっちの方に持っていかなきゃいけなくって、それはね4時までなんだって。電話でやり取りした時ってさ5時とかって言ったのに、だから今日間に合うと思って来たのに。あとね、郵便局で EMS 聞いたら3ヶ月かかるって言ってんだけど、本当なのかな。ネットではさ3週間か4週間って出てるんだよ。郵便局今日の人に聞いたら3ヶ月って言ってたね。あーもうマジでイライラするからちょっと買い物して帰ろう。もう今日さ何も食ってないからさ腹も減ってんだけど、まだね外のレストランで食うのは我慢してんだよ。だからもうせめて買い物だけして帰ろう。もうイライラする。ちょっとダイソー行こう。ダイソー、ダイソーは空いてるよな。っていうかマスク持って買い物するのほんとやだな。あーよかった、ダイソーは空いてる。 One hour later. 何にも欲しいもんなかったわ。そうなるとニトリに行きたいけど、まあ時間はそんなにそうじゃないけど、多分バイクのバッテリーが持たないな。なんだよイライラを買い物で解消することなく今日は終わりか。もう腹減ってしょうがないし帰るか。さてと、前回ね宅急便遅れなかったからね、今日はもう一回トライ。もう一昨日はイライラしたまま家に帰ったんだけど、帰りにめちゃめちゃ大雨が降って、もう全身びしょ濡れになって最悪だったよ。何一つうまくいかない日だったね。今日はまだ3時過ぎだから遅れるだろう。今日遅れないってことはないよ。よし行くか。マスク忘れないようにね。こっちの郵便局じゃなくて
こっちね、銀行の方ね。よし、今日こそはこれだ、これこれ。 One hour later。 さてと、ね、結論から言うと遅れなかった。もう何なんだよっていう感じだよね。もうさ、ここからちょっと愚痴になっちゃうけどさ、何が起こったかっていうと、まあ、DHL の窓口は、それはまあ俺も今回はさ3時過ぎぐらいに行ってるから窓口開いてたんだよ。でこれ送りたいんだけどって言ったら、もう中身見て、あ、医療用って書いてあるから送れないよっていうわけ。いやいや何言ってんだと、そのおととい聞いただろと、電話でね。いやでもダメだから、まあ税関というかさ、配合案が、ダメって言ってんだよというわけよ。まあそのドキュメント見せろって言うとさ、これだっつって見せられたのが、まあ確かに医療用の物資、まあマスクを含めてだけど、絶対ダメだと再度通達するみたいなドキュメントだったわけで、それでその日付は今日ね、4月の14日で、ちょっと待てと、再度ってどういうことだと、これ以前にあるんだろうと。そしたら、まあ自分で探せと、配合案の何条 ?53 条の2020だみたいなことを言われて、まあ自分でネットでさ見つけてみたら、4月10日に交付されている内容なんだよ。でさ、まあ俺もバカじゃないからさ、もう分かったと。配合案でこういうことが出てんならもうしょうがねえから、送れないことはもう理解したと。だ送るのは諦めると。改めて新しいマスク買うわと。医療用じゃないやつね。ただしね、俺が頭に来たのはさ、一昨日俺電話で聞いてるわけ。そしたら遅れるっていうわけよ。ドキュメントも必要ないと、個人個人だから必要ないって言われてるわけで、一昨日っていうと12日なんだよ。で12日の時にはさ、これ4月10日交付だから分かってたじゃねえかと。なんでね2日前に遅れるって言ったんだと、もう俺はそこに怒ってんだっていう話をしたんだよ。だって4月10日には遅れねえこと分かってんだから。もう EMS の事務所出て、で、まあ、再度 DHL に行ってね、まあ、今後のさ彼ら の, そのサービスの予定みたいなの聞いてみたんだよ。そしたら、まあ、さここからは情報共有だけど、まあ、今日4月14日現在の情報としては、日本にそこの営業所から DHL 使って送るなら日本のどこでも、値段は変わらないと。で、確か、500g までだったら180元だったかな。で 500g から 1kg だったら220元。これは日本全国どこに送るでもそうだと。で1箱に入れられるマスクの量は上限200枚。送るのに必要な所要期間っていうのはちょっと聞かなかったんだけど、まあちょっとクリティカルなこととしては、まあこの Vlog さいつリリースするか分かんないけど、まあ新天地営業所というかさ、まあそこでやってるその DHL のリュースとんだをね、今いわゆる医療物資を優先的に送りますみたいなサービスは DHL と郵便局をやってる銀行なのかな、まあ日本で言えばゆうちょみたいなもんなのかね、そこが共同でやってるサービスですと。でこのサービス自体がいつまでやってるかっていうのは現場にいる我々も知らんと。まあ明日終わるかもしれないし1ヶ月後もやってるかもしれん、まあそういう状態だと。ここがさやっぱちょっとクリティカルだよね。だから俺もさ急いで医療用じゃないマスクをねまた大量に購入しなきゃいけないわけだけど、もうね少しぐらい高くてもあっという間にこう届くというか手に入れることができるっていうか、そういうマスクを探さなきゃいけないね。まあマスク400枚分のほら医療用だからさ、まあちょっと高くて1000元ぐらいかかったんだけど無駄になっちゃったね。どう考えても一人で400万なんて使わないしね、日本に送ることもできねえし、もうほんと日々法律そのものが変わっていくから本当追っつかないよね。
だって医療用のマスク買おうと思ってさ、ネットショップで注文して届く間にもう送れないってなっちゃうんだもんね。 DHL の人が言うにはさ、まあお前だけじゃなくて他の人も医療用のマスクを送ろうとして、でも急に送れなくなって無駄金使っちゃった人いっぱいいるよなんつって言ってたけど、もうね、もうマジで今回はタイミング悪かったね。ということでだ、もうイライラがマックスなんでね、今日こそはちょっと買い物でもしてうさ晴らしたいから、ちょっとね、もう今ジョンシャンゴンヤに来てんだけど、ニトリで買い物でもしよう。さて買い物して帰ろう。 One hour later。 今さニトリで買い物済ませて出てきたんだけど、何これ、マジかよ。誰かにぶつけられて壊されてんじゃん。しかもこれ折れちゃってるな、直せないじゃん。もうマジかよ、今日どこまでついてないんだよ。はあ、もう帰ろう。